ゆいりおかえりなさい緊急特別番組小林智春アワーあっぱれやってます。どうもエビ中なんやねんの穴は金玉が埋めますケンド小林です。ドトールのコーヒーも美味しいけどコンビニのアイスコーヒーも美味しいな、アンガールズ山根です。ラジオネームパセリは食べますさん、どうも日食って何ですかって聞かれたので金玉を使って教えてあげました。アンガールズ田中です。洗濯を外干ししているそこのあなた、16時以降は湿気で湿っぽくなるので早めに取り囲みましょう。 AKB48 の村山優里です。取り囲む、取り囲むもう絶対に遅刻はしない、沢口彩香です。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、このアップレやってます。毎週月曜日から木曜日までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアップレの内容でお届けしますということで、はい、ゆいりおかえりなさい、スペシャルです。ありがとうございます。すいません、特別番組で出てきてよかったの。大丈夫、木本さんがさ、漢字の木本さんがまだいないままやけど大丈夫ですか。大丈夫。あれも関連してたんじゃないの。違います。あ、なんか見まし聞きましたよ。ちょっと見ました、聞きましたやめてくださいよ、なんかそういう風にするの。そういうレベルでやめてください。トラブルじゃないの。違いますよ、金銭的トラブル。違いますよ。あ、帰ってきた方。あ、復帰パターンですか。震災された。シンプルに復帰ですよ、もう。うんうん、はい、ご心配。コロナやってんな。なっちゃいましたね。まあ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 、みんな一人になっていくからね。今多いよ、特に多い。そうなってる。症状出た。症状でも熱、咳、痰ぐらいですかね。軽めだったと思います。パン集めてくれた。誰がいるんですか。何に使う。まあ、本当ですよ。メルカリで売ったら。やめてください。かなり儲かりそうな気がする。いや信用できない俺は。メルカリで売られてても。いや、ゆいよ、手書きのメッセージつけたら。手書きメッセージ書いてくれんな。いや、書きませんよ。誰も欲しくないですから。いや、相当欲しがると思うよ。痰。そういう人はね。いや、それは、いや、本人はね、そう思うけど、うん、ニーズはどっかにあったりするもん。なんかニーズってどこにでもあるからね。そうそうそう。嫌ですよ。いや、よかったね。でも、どうして、10日間そうですね、10日間ぐらいでした、ね。まだ10日なんだ。家で休んだ。そうですね、自宅療養で。病院行かずにね。今はなかなか病院行かねえらしいよ、聞いたら。いや、もう空いてない。自宅にしてくれ、みたいな。もう失格しまくり。あれもあんねんて、今。そうですね。あ、そうなんです。そう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 。はい。どうやって過ごしたの。もうおばあちゃんが常に毎日ご飯届けに来てくれて、うん、おばあちゃんのご飯食べて。謎の老婆謎の老婆。あ、ゆり本人のおばあちゃん。あ、そうですか。びっくりした、謎の老婆。違います、違います、違います。どんな体が蝕まれていくような感じがして、ガンガンって扉のこのガンガンガンってちゃんとちゃんと飯だよ。飯の時間だ。違います。おばあちゃんです。コロナダイエットは？ダイエットできなくないですか、コロナって。そうだね。なんで動かないからなんかお腹空かないんじゃない？けど動かないから消費もしないじゃないですか。まあね。ああ、そうか。でも確かになった時。でもまあ3日目ぐらいからもう元気だよ。あ、そうですね。うん。だからずっと編集してました。後半は。あの YouTube の編集。ああ、あの YouTube の。あ、そうです。あの本年 YouTube の編集してるから。なんで思わないって言うんですか。あれ、もうあの話言わないでくださいよ。あの話。いやいや、あんなもん世に出したらそっちが悪いやんな。違いませんけど。そう。まだ見れる状態なのに。俺は悪くないやろ。言わないでください。むしろ俺は正義やろあれ。いや、そうですけど。消した方がいいよ。そこまで言わないで。嘘です。怒られてませんと。ヤギの悲しい竹は本当に世の中で一番面白くないやな。悲しいだけど、悲しいだけど、いや、だから最近は編集でやっぱ面白くできるじゃないですか。すごい編集してんね。すごいやん。いや、やばいですよ、もう本当に時間かかっちゃって。へえ、大変です。切ったり貼ったりするんだ。もう本当に番組作ってる方ってすごいんだなって思います。字幕入れてもうやばいです。テロップなんてタイピングが下手くそなんです。嘘です、怒られてますよ。それは私やってませんけど。あれやってない、あれは違うチャンネルやもんね。なんかいや、ユナモギヨンですけど。 あのチャンネル、はい、ユナモギヨン。じゃあ編集でなんとか面白くしてみたら。あれ、え、
なる点ありますか。昔ながらの効果のフワーンフワーンフワーンとか入れたりとかやな、冒険みたいな、うん、まあありますね、無料素材で、うん、でぜーんつって最後川の帰り川に寄って何回かね、でぜーんみたいな音つけてザコシさんみたいな映像にすれば、まあ編集で受けさせることはできるんだまあいくらでもできますからね、編集で面白くはやってみようかな。あでも編集とかできるってほんま俺とか尊敬するわ。いやー、そうだと思う、うん、あれも大変だよね、映像全部盛り込んでさ、うん、本当に感謝ですね、だってコマ送りで全部やっていくわけよ。え、そうですよ、モザイクとか大変ですよ。どんなやつやってるの。映っちゃいけないもん。モザイク入れるよ、ちゃんと言うな、もげんチャンネル見るわ俺それ。モザイク入ってんのやったら誰の。どこの。じゃあもげちゃんの。出ちゃって違います、そういうのじゃなくて、うん、シンプルに映っちゃいけない裏の事情みたいになるじゃないですか。映っちゃいけない裏、そんなに闇あるの。いや、なんか例えば言うな、もげんチャンネル後ろでなんか黒ずくめの男が見張ってるみたいな。いやなんていうの、あ、じゃあ例えば車のナンバーとか、あ、例えばですけど、そういうの。いや、誰も車なんか乗ってへんやん。いや、でもその裏側に密着とかだと、うん、車がやっぱ映っちゃうんで。会社の車とか、うん、会社の車なんか別に映ってもいいやん。いや、ダメです。ダメか。多分わかんないです、うん、結構厳しいんで、うん、1回で言われないようにしとかないと直しが大変なんで、逆に。なるほどなるほど。モザイク入れる、モザイクで動いてるものにね、モザイク入れるのが大変でしょ。いや、もう大変ですよ、 0.1 秒でこうやってやるから、うん、時間1日あっても足りないですもん。そりゃそうやね、そりゃそうやわ、はい、うん、尊敬します、うん、大変。まあ、それにも集中できたんや、2時間ぐらいだけ。え2時間しかやってない。人間って1時間しか集中力持たないらしい、うん、まあ、まあそう言うよ、うん、言うけどさ、だから私2時間で頑張ってたんです。じゃあ1時間しか集中持たないって言うけどさ、はい、まあ言うたら仕事はさ、はい、7、8時間グッてやらなあかん時って来るわけやん。そうよ、はい、特番とかね、うん、確かに、うん、なんかその難しいのがスイッチ入らなくないですか、家で。いや、家で仕事なんか俺全然せえへんよ、リモートで。その間だから去年久々コント書いた時も毎日喫茶店行ってたよ、うん、あ、うん、リモート取材とかなんかスイッチ入んなくないですか。リモート取材は入れろよ。なんか家だなと思っちゃうっていうね、なんか、ね、なんか親がこう背中の先にいると思うと全部会話聞かれてるんだと思ったら恥ずかしくなってきちゃって、うん、そうか、それはだから家でやりたがらないよね、仕事。そうなんですよね。俺も家で広島のラジオ撮ってるんですけど、え、今あのズームで、うん、毎回その掛け声でプレイボールっていうのを言わないといけないんですけど、それ家ででっかい声で言うの毎回恥ずかしいんですよね。それも恥ずかしいし、オープニングの金玉挨拶とかどうやったらいいの。確かにね、あれはできないかもしれない。家からリモートだったらちょっとね、ちょっと攻めたこと言えないですよ。守りの金玉、守りの金玉だって金玉は入れないとみんなの期待に応えるな。難しいでな、家庭でのな、家族の理解が必要になってくるわけよ、全ては家は難しいですね。そうか、まあ有利、まあよかった、無事でな、うん、そういうことない、遅刻で一昨日くらいに遅刻しました。やったかお前。あら、タクシー使って、うん、なんか広告あるじゃないですか、うん、タクシー M、 そう、タクシー M。 でもさんまさんがその時に、うん、なんか終わりよければ全てよしの英文教えてくれて、そう、なんか、あ、そっか、今日の仕事終わりまで頑張ればどうにかなるなと思って。救われたな、さんまさん。ありがとうございます、拝んできました。あ、そうなんだ、うん、バイキングには救われないか。あ、バイキングの CM ね、今またやってますね。やってるね、今度はちゃんとした編集になってるな。そうですね、コマ送りで動くみたいな。前の小峠のテンションが繋がってない。小峠君、うん、おめでとう。新記録おめでとう、営業成績。君ね、はい、来月、はい、クビ。いや、なんでだよ。これぐらいのテンションだな。なんでだよ、さ、別で撮ったんじゃないのかな。あれ何なんだろう、ね、しかしタクシー M もな、やっぱ
田中が好きって言った瞬間変わったもんな、もう。あ、そうなんすよね。マネーフォワードオーバーナイトはもう出なくなったな。あれ好きだったのにな。今、なんちゃら会計ハラハラみたいな。なんか、知らない？見てないです。今おっちゃんが歌うようになったの、メガネの。うん。なんか刑務担当の人が。どうなのよ。仕組み切り来てんの。その前一瞬あの女の人の演歌バージョンみたいになってんけどな。ああ、そうですね。演歌バージョン。デュエットとかね、うん、タクシー M 出たことないな、出たいな。あれすげえ見るからいいっすよね。なんかテレビ出てるみたいな。なんかやっぱサラリーマン的なキャラ持ってなかったら出られんやろな。確かにイメージあります。そうですね、マネーフォワードクラウドの CM に出れればな、うん、まあ、だからあんな霜降り明星なんかさ、うん、はいはいはい、もう言ったらそういうの飛び越えて出てるわけ。あんな奴らにサラリーマンのギャンブル教とズームチンポやからな。確かに、うん、サラリーマンのかけらもないやん。要素ないですよね。まあ、だからそれ飛び越えたのよあいつらは。なのにビーッダッシュあれなんだ、行動でビーダッシュね、行動でビーダッシュすごいちゃんと見て、なんなんだよこれって言って。何回も見てるからもう覚えちゃった。新バージョン出んねんけどな、いつも。今もなんかブルーの眼鏡で白衣で何とかですよね、真面目なのやったりするねんけど、なんかそれがなんか1ヶ月ぐらい経ったらもう「ノーコードレビー」って戻るのかな。あ、戻って。要望があるんですかね、やっぱり向こうの方が良かったなみたいな。なんかノーコードレビーだし、出たいな、タクシー M、 竹野内豊さんの役で。タクシーな、どうするどうするでしょ。どうするどうする。言いたいですね。言いたい。日陰を歩いてるんです。あれよな。最後日陰の方を端っこいてどうする。どうする。あ、そうですか。そうそう、最新のやつはなんか小銭ないって言い出すのよ。あ、そうなんですか。うん。ほんなら、あの、ゴーペイみたいなんで部下が払うの。なるほど、支払いがね。うん、そうそうそう。あ、もうどうする、そっちでどうするっつって。ああ、あと小島春菜さんのあるよね。いや、もう終わっちゃったかもしれないですね。え、それ前ユイリーが言うて、俺は見たことない。え、小島春菜も今俺乗ってたら流れますよ。小島春菜がノーコードでビーダッシュ。いやいやいや、小島春菜はビーダッシュ。ハーリップトゥって自分のブランドの。ハーリップトゥ。ハーリップトゥ。ブランド立ち上げて。ハーリップトゥってブランドやってるんですよ。ハーリップトゥ。ハーリップトゥ。はあ。はあ。彼女のみたいな。リップトゥ。唇。ハーリップトゥ。ハーリップトゥ。ハーリープトゥって言ってた。ハーリープトゥ、なんかちょっと憲法みたいな感じなんですけど、ハーリープトゥの CM 結構流れて、小島春がずっと。今ですか？今流れてる。やっぱそれは、その AI で俺には流れへんの。小島春とあれ、友達だからかな、小木さん家で。あ、そこまで。パーティーするから。彼女と乗ってる時とかじゃん。マネージャーさんとか。いや、俺一人の時も流れますよ。女だと思われてんじゃないの。あ、そうなの、田中が。女に見える。死んだで、細いから。ああ、この細さは絶対女だって。俺なんか、B ダッシュと、どうするこうするしか流れへん。その無限ループ。無限ループ。マジですか。いや、それきついっすね。遅刻間に合ったんかいと、それ。間に合わへんかった。30分遅れました。何のグラビア？あ、違います。あの、衣装を借りに行くために、試着しなきゃいけなくて、一応私も行かなきゃいけなくて、その時に、その予定をその丸ごとすっぽかしてて、あの、マネージャーさんを灼熱の中30分待たせてしまった。まあ申し訳なくて。そういう、なんちゅうの、はい、間接的な仕事の時って、遅刻しがちよな。いや、ほんと頭になかった。もう消え去ってたかった。でもそうね、サービスさんが来ないとまた進まない仕事だから。そうなんですよね。選んでいてくださいなんて言えなかったから。そうね、マネージャーさん代わりに来といてくださいというふうにいかんか。おっぱいのサイズが違うか、ちょっと。そう、そうじゃないよ。女性ですよ。女性ですし、
そうなんです。ちょっともしかしたら胸が入らないかもしれないなっていう。嫌み言わんでええねもただただ謝れお前は。いやもう本当に申し訳ない。遅刻した日ってもういつテンション戻していいか分かんないでしょ。もうそうです。だから落ち込んで、じゃあいつ何でも笑える自分を出すべきか。確かに笑いってことにちょっと引っかかるもんね。ちょっと早いぞみたいなもんね。難しいからな。でも上岡龍太郎さんが芸人が遅刻しろっていうのよ。あ、そうなんですか。その代わり遅刻した理由で笑かせと。ああ、うん、難しいよ遅刻。まともな時間に来るなっていう人、上岡龍太郎さんで憧れるよ。上岡さん。でもやっぱその遅刻大喜利って、うん、もうよう出て2個やん人生で。そうですね、うん、だからもう3回目以降は遅刻できへんやから結局結局もうなんかそうもうないもん。へえ、うん、そうですね。大喜利だからたけしさんとか昔ひょうきん族で遅刻してきてそれ映されてた時あったもんね。へえ、真っ青な顔して入ってきてお化けが出たっていう時お化けが解決してたもんその時。あ、お化けが出たぐらいがいいですね。そう、そのライトなぐらいがな。でたけしさんぐらいがそれを言うっていうのがまた、うん、あ、まあ、それ怖いんかいっていうな。それもあるし。いやそうですね、なんか食いすぎてもなんか滑りそうだしな、うん、そうね。うん、だから1個次の遅刻用の考えといた方がいいよ。そうですね、血のり買っとけ血のり。ああ、血のりか、確かに。もう大流血しながら確かに。そうですね、撮影できない。どうやってすぐ服着れないし、病院行かなきゃ。もうなんか地球破滅することしか考えられなかったです。小学生やな。どうにか地球が破滅して私の罪が軽くなりますようにってしか。あったわ。いられない。6年生に明日芝生って言われてる日やって。怖い。怖い。予告芝生やられた時やって。芝生やだな。いや、やったよ。俺が4年生の時に6年生に学級閉鎖ならないかなとか、ね、ありますね。でもなんか学校休むのはその自分の周りに逃げたアピールになるから絶対行かなあかんと思って、うん、行ったんですか。行ったすごい。よう来たな。で終わってホッとしてあれ嫌やったな。下芝生予告怖そうか。芝生ってどのぐらい芝生かれるのかも、まあ、考えちゃいますもんね。喧嘩とかしたことないからわかんないですけど、6年生が4年生をグーで殴るんですか、うん、そういう時って。そうそう、めっちゃ怖いな、その6年生。信じられないな。いや、そんなの小学生の時とか小中なんかそんな毎日やん。なんかいや、あの顔殴られるとか。広島やろお前ら。いや、そんなのないっすよ。なかったですよ。田舎なんで、うちは特に。僕の周りではそういうこともあったんでしょうけど、うん、自分の本当もう目の届く範囲では、うん、喧嘩してるなんか見たことないですよ。へ、平和。雲の上で過ごしてきたの。いやいやいや、そんなことないですけど。なかったですよ。ヤンキーとかはいたけど、うん、その学校外で喧嘩してるから、うん、学校の自分らのクラスで喧嘩してるの見たことないでしょ。それはなんか平和やね。だから僕らの学年よりちょっと上の世代だから、ケンコバさんとか、うん、そうそう、小学校中学校なんかそんな毎日やったよ。もうだから、その世代が毎日ドキドキして楽しかったっていうのもあるし悪すぎて反動でちょっとこうおとなしめの世代というか、僕らの世代は、うん、だから Z 世代やな、お前ら。 Z 世代じゃないです。 Z 世代なんですか。サユリちゃん Z 世代って言われてる世代。そうですね。ユエリちょっと上やろ、うん、多分違います、ね、何世代って言われてる世代。私何世代なんですか。ゆとりじゃないです。ゆとり世代、まだゆとり世代そんな長いの。え、ゆとり10年ぐらい前に言われてなかったっけ。あ、でも土曜日が来なかったです。あ、じゃあゆとり世代か。あ、そうそう、今もないんですけど、うん、特に学校の授業の時間とかも減らす。50分授業でした。あれ50分授業、え、小学校とかですか。
小学校中なんか、なんかな教育内容もなんか 3.14 とかを3にするとか 3.14 を3にしてんな演習率超ゆとりじゃないですあそうじゃあ 3.14 に戻ってた 3.14 じゃあ、うん、もうちょい上は3みたいな3と 3.14 は全然違うからね。だいぶ端折りましたね。全然違うからね。確かそこのそこをゆとりって何世代やねゆとりの次や。なんて言われてた世代よな、うん。なんかあったような気するな。ミレニアム世代。2000年の。2000年生まれ前後。へえ。初めて。98、7年。なんか若干ずれてるどこの人かではないけど。前後2年ぐらいも多分ミレニアム世代。あ、ユイリーも Z 世代やって今調べた、Z 世代なんだ嬉しい確かに Z 世代ぐらいバカやもんな嬉しくない勉強に価値を求めないというか結構だってシンプルにユイリーのことをバカって言う本当ですよいや賢いか賢逆に聞くと賢いか賢いですどこが賢いのかいつも賢いです夕方には洗濯物いや取り囲みましょうみたいな取り囲むの大事取り囲むってだよ全員だよおい逃げんなよおいあそっちもドベラの前立てそういうことだよ取り囲むいやなんか言っちゃうんですよね取り囲むのが、ね、しっくりきちゃうんですよね取り囲むって口に慣れてるって、うん超ヤンキーの女の子日常言うとこだよ取り囲め違うそこじゃないんです16時に閉まってねっていうところが目玉ですよ目玉っていうことの情報じゃないよいや私初めて知りました夕立というものがあるからねそもそも下げながらその時間にはそうなんですよ日本はあ日本は夕立があるから村山家だけじゃないんですかそりゃそうや村山家だけに雨降ってるわけないやろいやなんかゲリラ豪雨が村山家は西日がすごい強いベランダだから16時村山家だけじゃないね西日が強いそうなんだ西日が強いのは大体西日って強いすごい西日なんですよ村山家西日バカやなこれはもうしょうがない西側に窓が大きく開いてんのねじゃあでも本当に最近本当家事とか洗濯もこの前初めて一人でやって知らないこといっぱいありました初めて洗濯したの何歳だっけ25で25で初めての勇気を出して初めての選択、はい、遅いないやそれこそ自宅療養でお母さんがホテルに泊まってる状態だったんですよ、うん、ああそうしてくれたねそうですだから自分で何もかもやんなきゃいけなくて、うん、大変でしたよ家事洗濯なんてだって洗剤入れてボタンを押すだけじゃないよボタンなんかお任せとか1234とかあるじゃないですか、うんうん何だろう切れ洗いなのか、うん、普通洗いなのか任せでいいの大体普通でいいよ、うん、あのよっぽどおしゃれ着洗いじゃないか、うん、あそうおしゃれ着洗いもあるじゃないですか、うん、なんかおしゃれ着洗いしたのおしゃれ着洗いって洗剤違うじゃないですか MR やそう MR です、うんうん、まあどれが MR っていうだニットとか、うん、あの薄い生地のブラウスとかは、うん、おしゃれ洗濯ネットに入れたりとか、ね、それネットに入れて、うん、あとなんか俺はそんなんせんやけど大事にしたい T シャツはそうするらしいよああおしゃれ着おしゃれ着ある、うん、そうだよね俺はなんか首だるだる上等やから全然せんやけど俺なるべくずっと着たいからネットに入れてえ T シャツ、T シャツファッション業界の人がやるやつですね、すごいねいやだって首なすぐダルダルなるんだもん俺が買ってるってなるよ、うん、T シャツって首ダルダルにするもんや、うんうん、いやでもなるべくな10年ぐらい着たいからあだいぶ長い嫌じゃないですかそのダルダルになってくるの早めにまあまあお気に入りの T シャツでやっぱあるもんな着心地とかデザインとか柄とかでも、うん、これは確かにまあでもダルダルになってるからかっこいいやんかっこいいってか、ケンコバさんはそういう人やね俺体格がいいから、うん、ダルダルでもピッてなるんですよ俺ほんとダルダルになってみすぼらしいなんか情けない T シャツになるみすぼらしいの髪の毛やお前分かる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 違うお前がみすぼらしいの髪の毛やいやキャップかぶってるからいいんですけど、うん、体が細いものはどうにもなんなくて、うん、いや山根はもう待っちゃうからどこだっけそれが人間だいやでもここ確かにダルダルになるとみすぼらしくなるねこの骨がちょっと見えてその子供みたいな感じになっちゃうんですよ、ね、お前らみたいなやつらがいるから、はい、いちいち音声さんが、うん
T シャツの下マイク通すとき、いいですか下通してって言わなあかんねん。首だるだる嫌がるから。いや、僕は別にだるだる嫌じゃないですよ。でも、まあ、しょうがないなっていうか、もう捨てちゃうし。田中みたいなやつがおるから、音声さん気使わなあかんねん。すいません、ここ通してもいいですか。あ、そんなん言われるんですか。言われる。お前なんかだからシャツでって言うやろ。あ、外の、ね、いや、俺何でもいいですよって好きにしてくださいって言う。好きにしてくださいマイクそこまで与えんねん。マイクつけられる時にじっとしとくの苦手なんですよ、うん、だから早くつけてもらって、そう早くどっか行って、はい、確かにマイク音声さんにつけてもらう時に、はい、あ、俺ってやっぱ肩破れない男やなって思うもん。肩破れない、うん、どうですか。なんかさ、たまにそれこそ巨乳の女性の音声さんとかおるやん、はいはいはい、その人がこうマイク通してるとことか、はい、あ、やっぱ見たらあかんなと思って上見たりする。いや、そうですよ。あ、そうですね。肩破れないな俺って思うねん。それじーっと確かに見れないですけど、ね、でもじーっと見、ほんま見たいねんで、ほんま、ね、それはそうですよ。近くにいて、近くにいて、できれば見たいですけど、う、生腕通ってんねんから。お腹のそんな人だってね、うん、じっと見たいやん、ほんま。でもなんか見たらあかんなと思ってこう、あ、うん、たまに乳首、たまに乳首に手がかすれたなと思うけど全然かすらない。絶対かすらない。あれ最初に授業してんちゃうか。乳首かすらせない絶対乳首かすらせないよ。うん、どんなマニュアルだ。あれまあまあ俺らはマシやん。 女性タレントの人はみんなトイレ行ったりするもんな。あ、マイクつけるときに消しますもんね。確かに。なんかベルト通してきますみたいなとかね。ああ、大変ですよね。でも全くいつしか俺あれは気にせんようになったわ。何？いや、だからロケとか、うん、まあ、スタジオもそうやけど、途中でうんこしてなったときに、うん、前まで音声さん聞こえたら気悪いやろな思って、うん、スイッチ切ったりしてて、うん、今もう俺入れっぱなしでうんこしてるわ。わかります。はい、うん、俺まだ切るの。別にこれ聞いてないだろうなと思うし。まあまあね、そうだね、はい、うん、あ、トイレ行きはったわと思ったら、うん、絞るよな多分。そうです、そうです、うん、聞こうとは思わないでしょうね、俺らのうんちの音ね、うんうん、うんち出て、へー出てうんち見た時もあるやん。ブーッつってそう、あるやんか、さあ言って痛くない。ああ、でもそうですよ、人間だから誰しもある。あるんや、うんち出てへー出てみたいなね。そう、なんか一応調子が悪い時とかあるよな、幽霊、うん、あるよな。いや、あったらいいですね。あったらいいですね。あったらいいな。コマーシャルじゃないな。あったらいいですね。気にしなくなったわ、なんか。おー、なんかダメになったなと思う。昔は気悪いやろなと思って、もし万が一聞こえたら。まだ切るよな、俺は。うん、あ、そう。うん、あと落としちゃいけないって思うから、ね、一回こう外して、横に置くから、切る、ね。やっぱり衣装って絶対胸ポケットあった方がいいよな。だからあの時スッと入れたらな、外して。ああ、そうですね。でもポケット何もない上着の時あるやん。はいはいはい。うん、あの時片手に持ったりする。でなんかもうなんか複雑につけられた時あってさ、うん、自分で復旧無理やなっていう時、レシーバー口に加えたことあるもん。ナイフみたいね。そう。まあまあでかい。すごいですね。めっちゃかっこいいじゃないですか。確かにマイルドです。お笑いの戦場でマイク口に戦ってる。進化してほしいね、あれも。まあね、あ、確かに進化してほしい。確かにあれ、まあ、あれも小さくあんまなんないし、この音声さんの持ってるやつも絶対に小さくなんないですよね。首からかけてね、あれがいいんですとも言われるんですけど、その音声さん、うん、まあ、そうやねんもな。でもやっぱりロケとか行くと音声さんが腰言わすことが多いですよね。ああ、何回か俺もその現場はあったわ。ああ、屋久島とか登った時もやっぱ音声さんが一番にダウンしてましたもんね。いや、そうですよね。いや、大変やで、技術さん。うん、大変だから、あのほんまね、テレビ見ててね、あのリスナーの皆さん、あの特に山系のロケの時に、うん、いや、これは大変やわ、このタレントさん。なんかそんな思わなくて大丈夫です。うん、一番辛いの後ろ向きに歩いてる技術さんですから。確かに。確かに。な。
いやそう後ろ向きに山登ってんねんてあれ、うん、何十キロも担いで、でカメラさん音声さんちょいちょいタレントさん、あまあまあちょっと休んでおいてくださいとかって言って、タレントさん水みたいな、うん、俺らじゃないですよ、ね、いないいない、うんうん、じゃあちょっと受けで取るんだよっつって前ダッシュ行って前ダッシュ行ってって言ってんだよっつって、うん、まあ、そのパターンもあるけど、はい、受けで取るんでちょっと一回小林さん戻ってくださいパターンもある。あれ腹立つわ。もう一回下から上がってきてください。ちょっと引きで取るんで。あれ腹立つわ。わかります。うん、確かに先じゃなくてもう一回戻るやつね。ポイントしかないっていう。まああんやろな。前傾曲がってくる感じがいいやん。あまあまあ我々なんか全然苦しくないですから。はい、そうですね。その裏方の人って大変ねんぞっていうのね。じゃあサンドイッチマンさんが、うん、あしんどいなって歩いてるの見ても、うん、あんなん全然しんどくない。サンドイッチマンの高年だから全然しんどくないから。あんないなって言ってるけど。そうよ。だってもうあんな有名な女優さんとかも一緒に歩いてねえから、うん、過酷な道なわけないやん。ああなるほど。それなりに道を選んでるってことですか。売れっ子女優ばっかり来るよあれ。平坦やと思うで。ちゃんとロケハンしてるってことか。なるほど。そうサンドイッチマンなんか全然しんどくないから一番しんどいだから技術さん後ろ向きに歩いてねえか、そうですね、うん、うん、亀足の男の子に背中支えてもらいながらな、あ後ろ障害物とか溝とかあったらあかんからみたいな、うん、そうちょっと誘導するんですよ、ほんで倉庫も後ろ向きながら歩いてからツタッと入ったりしてそれでもポールとかに当たったらめっちゃ怒られるんですよ、めっちゃ怒られる、うん好きやわあの世界なんでバシーン蹴んの亀足の動画無言でダーン蹴られる時あるの今もですか、あ今ないかな、もうないか、いやなくなりましたね、なくなったかな、少し俺はあの世界好き、ちょっと憧れたけどな、俺次生まれた変わったこの世界入りたいな思ったぐらい、まあなんかね、ま、上下関係かっこいいですよね、そうそう無言で蹴る感じで終わった後の打ち上げとかではちょっとだけ打ち解けてたりとかすると、ああ信頼関係あんだなみたいな、そうそうそう、小林さんちょっとこいつの彼女の話聞いてくださいよってやったりすんのよそなんか憧れたけどな、へえ、次生まれ方だから20年前の技術さんになるわちょっと前ですね、もう今じゃないんです、ちょっとハラスメントみたいになっちゃって今やったらダメなんですよ、ダメなの、無言で蹴るやつあるの無言で蹴るやつとかかっこよ、かっこええ世界だ、俺は単純に思ったけどね、職人感ある、でもそのあこうやって覚えていくんや仕事って、うん、程よいのはいいんですけど、うん、たまにとんでもないズダーって吹き飛ぶくらいの俺一回だけ見たことあるんですよ、それはちょっとやめてくれっていうか、もう開けて、はい、いや怖いしもう俺も怖くなって萎縮するよ、食べれなくなっちゃって俺もそうなの、また一歩出られへんかったの、そうなのその時もあのやめろって言えないですよ一歩も動けず今なんか人が吹き飛んだんだけどみたいな感じ、いやもうでも俺が何か言うことでもないかって言ってなっちゃったんですよね、いや何もだから変わってないです人間10年間同じ人間です、そういう部分に関しては人の根本は変わらんって言うからな、そのちょっとまあ一生懸命変わろうとしてるんですけどね、うん、でも根本は変わらないよ、だって10年後には変わっていたいそれでもいや変わらない、無理ですよ無理ですよってなんだよ変われるっつってんの、いやだからユイリーもまたな、うん、お金増えるって言われたら渡すやろうしえ何の話ですか絡んでないのあれに、あだから、うん、違うんですって、シンプルな復帰ですから私は。シンプルな復帰。シンプルに復帰ですからね。うんうん、シンプルな復帰。うん、うん、そうね。あの件には絡んでないのね。全然絡んでないです。全然絡んでない。はい。うん、そうか。ならよかった。うん、木の下さんにも絡んでないよね。もちろん。絡んでないです。わかります、はい。じゃあ宛先の方いきますか。はい。あっぱれやってます。水曜日では出演者へのメッセージや質問、各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com まで、お便りをいただいた方の中から抽選で3名の方に番組ステッカーをプレゼントします、はい、じゃあ曲の方行きましょうか、はい、じゃあ AKB 大先生で行きますか、よろしくお願いします、それでは聞いてください、うん、元カレです、お便りやってます
はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです、うん、ゆうりお願いします。はい、カンフーか。はいはいはい、いきます、うん、富山県時給250円さんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。最近インディアンスのキムさんと A マッソ村上さんの喧嘩がプチバズりしていましたが、喧嘩したとか言ってたな、殴り合いの。皆さんが覚えている喧嘩のエピソードはありますか、ということです。喧嘩したんだ、なんか話題になってたね。飲み屋で殴り合いの喧嘩したんだ。あ、ガチのやつ。飲み屋で、何で喧嘩したのかあんま知らないけど、なんかニュースにはなってた、うん、あ、そうなんだ。なんかキムをバカにしたんやろな。そうね、うん、まあ理由はあれガチやもんな、キムは。おもんないとか。あ、でもキムは確かそう、結構そういうの言うねんな、おまんねーみたいな。確かに、おもんないってほんま言うとあかんからね、芸人にはね。傷つきますね。アイドルの人にブスっていうようなもんやから。ああ、刺さりますね。言うわ。一番きついか、うん、だからその人のやっぱ一番のその仕事のメインのことってあんまり言うとあかんもんね。あ、そうですね、うん、2番目以下のこと言うから。だから俺はユリにはバカって言うけど。いや、一番言われたくないですよ。え、ブスより嫌よ。いやいやいや、まあ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 、うん、全然可愛いしな。いや、ちょっとやめてください。傷は言えないですよ、それで。ダメですよ。ダメですよ。え、傷は言えないですよ。何も出ませんよって言わない。何、そんなこと言ってない。いや、違う違う違う、バカの方が残ります。そうな。いや、俺はブスとは思わないけど、うん、ブスって言うた方がいいの。ブスって性格ブスとかなんかいろいろあるじゃないですか。何ブスかによります。顔がシンプルにブスだねは傷つきますけど。それそれそれ。あー、うん、ダメです、ダメです、うん、だからバカにして。いや、バカもダメですって。じゃあ、かしこか。かしこですよ、おつむかしこなんです。おつむかしこか。おつむかしこです。おつむかしこなんです。おつむかしこっていうのがもうバカなんだよ。いや、だって、うん、そう、前回のもぎちゃんにそのゆいりよりおつむはどうなのみたいなこと言ってましたよね、確か。うん、なんかもぎちゃんももぎちゃんで、いや、ゆいりよりかおつむはかしこですみたいな返ししてて、喋、うん、ってて思ったもん、それは。いや、私は、うん、あの勉強ができないだけで、うん、他は頭いいねって言われるんですよ。洗濯もできないのに。やめてください、その言い方。なんでね、うん、話が違うじゃん。感じたことないけどね。バカってですか。ポジティブなんだ。なんで今の話。頭キレキレやんなったの。人を感じたことないって言ったら、いや、本当にあの最初に言いましたけど、うん、私トークがやっぱ一番苦手で緊張しちゃうっていう面で、引き出しが開かないんですよ、錆びついてて、うんうん、でそれはこうやっぱラジオやってるからさ、うん、徐々に徐々に開けていったらいいと思うんやけど、うん、それがね、はい、時間かかっても俺はいいと思う、はい、でもそう、バカバカ。いや、違います。え、諦めたらダメです。引き出しの中身ね、もともと入れてないんじゃない、何にも、うん、すっかすか。いや、開けてみないと分かんないんで、今開けてるんです。聞いた今沢口がすっかすかだろ。いや、言いました。本当に入れないと差別ついてもそう、開けてみても何も入ってないと思う、ね、ないね。いや、本当にでもほんまにあの机の引き出しって、うん、入れすぎたら開かへんような引き出しあるやん、開かずの引き出しなんて。 あれの可能性やったら大ですね。詰め込みすぎてる。それ楽しみだな。だって私もったいない病なんで、いろいろ捨てれないんですよ。だから全部引き出しに入れちゃう人間なんで、うんうん、だ、それだ。引き出しに入れるの。入れちゃいます。実家の机とかにも引き出しにめちゃくちゃ昔の手紙とか、うん、授業中に回したほんとちっちゃい手紙とかも。女子が回してる、あの、あ、そうです、よくあるやつとか、ヤッコダコみたいな組み立てて、そうです、そうです、うん、それとか、うん、バレンタインデーでもらったあの包み紙とかあるじゃないですか、あれとかも全部取っといちゃう人だから、それですね、私もったいない病だ。いや、まあ、確かにね、あの、まあ、アンガールズは経験ないと思うけど、うん、ちょっと小林これちょっと呼んだってって言われたあれは俺も2ヶ月ぐらい置いてたことある。あ、ない、ね、女子から回ってきたやつや、ないない、女子から。やっぱ男子はあんまないんですね、手紙回す。残してる言うてるやんか。バカかお前。バカって言わないでしょ。だって今の話してたけど、男子はないんですね。まあ今してんだけどな。聞いてる。
思ったのよ俺も。なんか違うんですよ、違う、緊張もあってな、そう緊張するんで、それですよ、うん、緊張、時間かけて直していこう、それは、そうですよ、何やったっけ、ね、あ、喧嘩エピソードです、え、あ、喧嘩ね、喧嘩ね、はい、そうね、楽屋での殴り合いの喧嘩なんて鍋風呂はあった、殴り合いは見たことないよね、殴り合いはないかな、さすがにないっすね、うーん、え、ありますよ、吉本、吉本は人数多いし、はあ、楽屋っていうのが多いやもん、劇場いっぱいあるから、まあそうですね、何回かあるよ、やっぱり、なんか品川さんと庄司さんがラジオの本番中やったっけ、なんか殴り合ったみたいな、ああそれオリラジですね、あオリラジか、オリラジはラジオの本番中になんかエヴァンゲリオンについて喋ってる時になんか有名な事件あるね、あそう有名な、見てこいよお前みたいな、そうですね知らないのなんかかっこいいみたいな感じでなんか言うなみたいな、そうそう、確かに、ほんで品川もラジオで品川が殴って、うん、そうなんで、庄司が「おお殴りなさいよ、このまま殴りなさいよ」って言って殴り続けたみたいな、確かあったな、ラジオで暴力で解決すると思ったら続けて殴れよみたいな、ラジオでやるっていうのはもう信じられない、俺はもう交換しか遅いのって特訓されてんのに、まあ、最近吉本の一番キンキンの楽屋喧嘩事件で言えばやっぱ水玉レプダイケンさんとポイズンの阿部ちゃんの、はい、ケンさんが阿部ちゃんを壁にドーン押し付けたっちのあるどんな二人でやってんすか、1万円返してくださいって言う、お金か、ケンさんと阿部ちゃん、阿部ちゃんってあのロン毛のおとなしい、1万円貸しててケンさんに、うん、はい、ケンさんが見たままに言うなドーンと押し付け借りてるんだからいやちょっとひどいですね、ケンさん、おケンさんそれひどい、阿部ちゃんと俺 ライブとかでずっと一緒だったんで、うん、んすごい優しいいい子なのに、あんなにいい子たち、うん、なるんだと、ケンさん信じられない、しゃあないよケンさん金ないねんから、いや金ないかしらないけど大先輩でしょ、だってケンさんのしゃあないやから、バイク売りに行って金作ろうとしたら逆に2万円いただきますけど、そのままバイク飛び乗って逃げてくるからいやいや、それは知らないよ、それあったら知らないけど逆ゲレもいいとこじゃないですか、借りてる借りてますからね、もうまあいろいろあるよ、吉本はやっぱ人数多いっていうのがね、なんかコンビ同士でそんなんもあったし、いや本番中はびっくりですね、す本番中とかやっぱ楽屋やけどね、あうん、だから自分健康さん自体は喧嘩しないですよ、そうですね、なんかなやったら強そうだからふっかける人も少なさそう、いやいやいや、うん、あるんですか、いや何回も陣内とか飛びかかってきてるよな、陣内さんって確かにリザードマンみたいだから、うん、そうそうそう、リザードマンとして攻撃してリザードマンがオートで攻撃するんだよ、そう結構な刀持ってジャンプ攻撃してきそうな、そう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 、確かに若い頃とかだとなんか茶化したりとかしてると、うん、そういうことにもなりかねないですよね、そうだ、そういう時代の芸人さんですもんね、特にね、そうやね、うん、多少喧嘩上等、多少喧嘩上等じゃなかったらね、みんな尖ってたでしょうしね、そんな、なんかそんなやって昔、うん、楽屋って、うん、だいぶそう、うん、怖かったもん、先輩とか、ああ、うん、そうですね、先輩怖かった、だから俺なんかデビューした劇場がもうない心斎橋新庄劇場っていう劇場やねんけど、はい、楽屋入れたもう5年ぐらい経ってからじゃなかったかな、5年も経ってないかな、3年ぐらい、うん、まあ廊下に立ってたもんね、立ってカバン持って、うわー、ええー、うん、楽屋入ってあがんのやっぱ、でも入ってあがんことないんやけど、確かに先輩ばっかりの時はなんか入りづらかった感じありますよね、なんかダメかな、あ、ね、三目の了解で、うん、だ廊下で立ってた、廊下で座ってでネタ合わせとかちょこっとしてみたいな、うん、そのライブに出るのに、そうそうそう、楽屋に入っちゃいけないんですよ、あそうやな、今の分かってそのライブに出れば、うん、出る人は楽屋に入れるじゃないですか、うん、俺らなんか廊下の方でなんか準備してさ、うん、まあね、俺らだネタ合わせも多分あかんかったんちゃうかな、そこでやったら、あ外とかよそでしてきて待機してるだけみたいな、あすごい世界厳しい、いや怖かったよ先輩、
うん、今ではみんないい兄ちゃんみたいな顔してテレビ出てるけどな、あいつら。結婚さんがなんか、じゃあ訴えたら、うん、一撃で訴えてやるよ。天然素材千原兄弟のあの世代のやつ訴えてやる。怖かったもん、みんな。フジモンとかめっちゃ怖かったからね。フジモンさん、まあ、顔が怖い、あの人。あんなキャラって俺も知らんし。確かに、うわ怖っ思ったもんな。会って喋るまではちょっとフジモンさん、そうそう、顔面怖いもんね。うん、それが今ではいい兄ちゃん面しやがってよ、あいつら。今はもうポップなお兄ちゃんですから、ね、皆さんポップにのどないじってくれみたいな。そうそうそう。いや、まあまあ、でもなんか、うん、嫌いじゃない世界やったけどね。いや、そうですよ、うん、こういうもんだろ、これこれと思ったもんな。そう、気楽な世界じゃないよっていうのをよく教えていただいたというか。AKB とかでも喧嘩とか AKB はまあそんなボコボコやろ。髪の毛ピカッピカッと生えたし、マリコ様や、マリコ様。あ、上からマリコ、髪の毛からマリコ言うてねえんから。いや、でも締められたやろ2回ぐらい。いや、私はそんな経験ないですけど。私が締められてから。違いますよ。何が違うの？俺ら違います、違います。でもやっぱ先輩がガツッと言ってくれる時はありますけど、喧嘩にはならないんですね。やっぱ後輩なんで、すいませんってなりますよね。あ、そうなの。で泣いちゃって、あ、もう泣いちゃう子とかもありますけど。ちょっと、ほら、あ、もうほら、お前、あれ、どうしたの。ちょっと社員さんにちょっと怒られる。あ、そうなの。どうした、大丈夫。嘘です、怒られてないです。嘘です。嘘ですってどういうこと。なんでうまい具合にこういう流れになるんですか。なんで、出たね、天然ピスタチオ。なんで、でもやっぱりメンバー同士、やっぱ同期だと喧嘩なりやすいですよね。あ、言い争いぐらいあんの。言い争いっていうか、あの、それこそ岡田奈々ちゃんとかはつかみ合いしたって言ってましたよ。ホテルで布団の上でつかみ合いしたって。わ、岡田奈々ちゃんとつかみ合いしたいわ。違います、そっち。違いますよ。あ、違う、まあ、でも、まあ、あった方がいいのよ、ほんまはね。まあ、真剣だからこそ、向上心ほんまはね、それぐらい意見ぶつかって、そうしないと、やっぱあの大人数を仕切るって、やっぱ多少嫌われる人が、いや、そうですね、出ないと出ない、無理だよね。あ、肉まれ役、そうなんですよ、ね、肉まれ役はいるもんね。いや、すごいです、ね、それが伝わらないと。肉まれ役ってでもやりたくないやんか。いや、絶対やりたくないです。でも、うん、みんながやりたがらへんから、私がやんない。すごい、すごい、すごい、本人から聞けた。これ音声売り出そう、ここ本人からの。だって本人の音声は聞けてなかったよ、今まで俺。確かに、ね、ありますよね、大スクープや。いや、うちのおかんの音声もみんな聞いてるけど、全部お前の音声聞いてる。いや、これ大スクープやで。これちょっと録音しとこう、この回は。永久保存の回、今年の流行語。もう一つ行こう。流行語大賞に入れよう。いきますか。はい。はい。ハワイ、違いますね。ハワイって分かってる。はい、神奈川県横浜市、ロッキー鍋さんからいただきました。やるすいの皆さん、こんばんは。ケンコバさんが CM で共演した竹内涼真さん、中条あやみさんとインタビューに答えていました。挑戦したいこととして、中条さんがスカイダイビングをしたいと答えたことに対して、ケンコバさんは、うん、母親が人質に取られても困ると話していました。困る、皆さんは断るやな、多分。あ、ごめんなさい、母親が人質に取られても断ると話していました。皆さんは母親が人質に取られてもできないことはありますか。どんな話題や。そうそう、母親が人質に取られてもスカイダイビングを俺ちょっと断るかもしれない。断る、ただスカイダイビング俺も嫌、もうなんか超怖いな、今。なんだろう、断るの、うん、母親が人質に取られて、これせな、お前の母親どうなっても知らんぞって言われて断ることって、まあ、よっぽどのことしかないやん。そうですね、ヘビだ、結構な、ヘビ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 断る、ヘビ断る、無理無理、ヘビに噛まれる、ダメダメです。もうそんなもうお母さんがマッコイさんと一生仕事できへんやん。あんまりしないです。マッコイさんと仕事行ったら大体プールに赤股が5匹くらい。めっちゃ
マッコイ斉藤と絶対仕事できへん。セットみたいな。NG出しとこ。マッコイ斉藤。噛まれないと、しかも噛まれないといけないからそれ。うわ。噛まれると分かってて、赤股の頭から10センチぐらいのところを握ったら、クイッとこう。U の字になって感じ。うまく噛まれへん芸人がいたら。あんだよもうやだよ俺もう俺やだよもういい位置を持てばそこの親指の付け根の肉が結構あるとこ噛んでくれるから、うん、あなるほどチェーンってあーってぶら下げてこういいよいいよ腹がいいよいいよってなるのよ腹がいいよでももうねアドレナリン出てるから痛くないの、その時もそうそうそうもう行く時に人体に影響を及ぼさないぐらいの、うん、ほんま超微量な毒やから、うん、絶対大丈夫や、うん、毒は持ってるんですか。いやでも人体に影響が出ないの、噛まれれば、うん、受けるの、うん、こんな楽なことないの、うんうん、そう考えんでいいの。そうバーって言って何かやってくださいって言われる方がまあ、よっぽど怖い。ハードル高いですね。うん、でトンネルズさんが笑わなきゃいけないって。よいしょ。もう、喜んで、突っ込んでいっちゃうから。ね、そう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 。ね、ヘビー。ヘビーダメです。もうそうやったら母親が天国に行く方がいいなと思って。それ地獄やったらどうするよ。まあ、もう、頑張ってって。頑張れるかもじゃないからな。まあ、うちのばあちゃんも地獄やからな。何でですか。いや死ぬ前に言うてたのよ。ばあちゃん天国行ってなって俺が言うたら、うん、いや私地獄や地獄行って鬼大事やってかっこいいかっこいいかっこいい別に鬼にやられてるでしょ。俺もその時じゃあばあちゃん俺もいつか地獄行って手伝うなって言ったら、うん、頼むって言ったら俺も地獄や何十年も何十年もバトル出せる早く友ある来ないから確かにだいぶレベル上がってるもんだもんレベル99いってんじゃんこっちのばあちゃんあ、そう。ユイリーは？私はマカオバンジーとかですかね。ああ、俺も無理。あの背面バンジーね。絶対無理。あれってやっぱりどっかネジ外れてる人しか飛ばないらしいよ。ロッシーとか平気やったらしいねあれ。うわもう。ああ無理だな。マカオタワー。あれ。意見言われたらそのままディレクター捕まえてブレンバスターで行くわ俺。技なんか言うの。めっちゃ足を入れて。痛いだろ。だ高いとこ平気っていう方が、うん、俺はおかしな人やなって思うもんな。逆にですか。そうそうそう。なんか大事なの抜けてんじゃんかこの人っていう。危機感とか危機管理能力というか。そうですね。高いとこだ。高いとこ。無理無理よ。割と楽しいですけどね。うん、平気。平気です。高いところ。スカイツリーの床がガラスになってるとかある。あ、俺東京タワーのあれでも無理やもん。あれめっちゃ楽しかったです。楽しい。ゾクゾクした。ゾクゾクして。でもあれは絶対に危険性ないじゃん。そうです。バンジーは若干危険性あるじゃん。何年間に一人死んだりするやん。うん、バンジーって、ね。やったことないからまず想像ですけど、うん、想像で10分以内に飛べそうだなって。へえ。いけそうってなって。いや絶対無理だね。いや本当そんなに。でも大船渡とかの方が行ける人も多いんじゃないのかな。そういう恐怖とか好きじゃない。3分の人はその足につけたところで、うん、オーストラリアで俺やったんだけど、うん、オーストラリアのところはあのお金払って上まで上がってきて、うん、諦める人が半分いるって、うん、そのぐらいあの場見るのとやるのが全然違う。あれがすごいやあの和習山。和習山のはひどいです。あれだから視覚効果で、うん、な、そうなんですよ。あの丘の上にある遊園地やから、うん、バンジーのとこ登ったらもうだから丘分あんの。バンジーの時って本当遠くの景色がすっごい見えるの。うん、その時急に怖くなるの。うわすごい遠くの。景色が綺麗なんだけど綺麗なのが怖いの。あもうこれラストかなとか。その通り。いやそう。ほんまそうやで。本当そう思っちゃうの。俺もやったけど結局飛んだけど。うん、
その自分のこまごました罪集めて植木鉢割ったとか、それこそ全部合わせたら、あ、ちょうど死刑ぐらいやなってなってで、これ死刑やと思って飛んだの。ああ、死刑なんですか。全部合わせたら、なんかちっちゃい時からの全ての罪、ちりつもで死刑、ちりつもやったらもう死刑なんだから、うん、で、順番、自分が飛びたい時に飛べると思ってるじゃん、うん、意外と次のお客さんも来てる。ああ、やだ、それもう飛ばなきゃみたいなか、うん、で係員の人が早く飛んでほしいから、うん、俺のかかとを靴でコンコンって。え、怖そう。怖いでしょ。嘘、怖。これ後ろ歩くガンガン、うん、あの従業員に沿って。でも早く飛んでや、まだ早く飛べば恐怖感というか恐怖の時間が短いじゃん。あの Q 様でさ、10メートル高飛び込みのやつも、うんうんうん、ちょっと上で待ってくださいみたいな、それで怖くなっちゃったよ。あ、待機の時間、そうそう、カメラセッティングしますとか。もう柴田さんみたいにポーンと行けば、うん、怖がらずに行けたんじゃないかなと思うのに、ちょっと待って、怖いところを撮りたいんでって言われたら、どん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 怖くなって、そっちがきつかったですね。まあ、あと多少女性有利やん、あれ絶対金玉ないから。ああ、もう痛なってくんね、金玉が。こっちも痛くなりますよ。金玉ないやん、どこが痛いの。なんか下とか、なんかどっか行きそうになりません。怖すぎて。下、ベロのこと。あ、はい。下がなんか、それともなんかエロ小説の下の口みたいな。何を言ってるの。何を言ってんのやろ。何を言ってるの。いや、なんか下とか変、大変なことになりませんとか言うから、え、下大変なことになりません。下、下は何にもなんない。なったことない。なんか、わかんない。沢口さん、はい、は今下の口でえらい笑ってたけど、いや、なんか下の口どうにかなることある。すごい、なんか今ずっとなんかバカだ賢だなんか言ってたのに、うん、いきなりそのすごいテク使ってきたなって思って。下っていう。すごいな。すごい感心しちゃった。どんだけ上から目線で見てる。おかしいな。すごいと思って。ベロが変なんで。え、私下がどっか行きそうになりますよ。なんかバンジー飛ばなきゃいけなかった時に。なんか体重がやっぱ女の子で軽いじゃないですか、ね、うん、なんか足元に重りをつけなきゃいけなくて、ああ、その重りまっすぐ落ちんねん、そうじゃなかった。そうです、そうです、うん、あと跳ね返ってくるやつとかのために、ね、うん、私とかなんか何秒で行けとかっていうよりかは重りで耐えきれなくて落ちていきましたもん、バンジー。へー、それは確か怖いわ、重りつけるのかな。めっちゃ怖かったですよ。でもまあ物理的に言うと落ちる速度は一緒やねんけどな。ああ、そうですね、うん、重りがあってもなくても落ちる加速度は。ああ、ちょっと勉強みたいになるんで、やめましょう。勉強嫌い、やめましょう。勉強嫌いだな。ちょ、はい、うん、難しいんで。沢口が上から笑ってるよ。だってそんなに、そうじゃないです。え、微笑ましいなと思って。上から見せるよ。以上ですかね、うん、はい、ということでこのコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先を沢口お願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすやっとマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、お便りやってますでした。はい、じゃあ曲を聴いてください。小沢直樹でビハインドザムーンライト。さあ、メールいただいております。はい、東京都渋吉。はい、あっぱれ水曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。先日の放送でケンコバさんに選抜入ってなんかないんかいといじられた茂木さんですが、うん、8月6日の YouTube 生配信番組で初めて AKB 選抜メンバーに加わることが発表されました。茂木さんは加入から11年での初選抜、これは歴代最長だそうです。YouTube にというな茂木オンのメンバー茂木さんが初めて選抜入りしましたが、村山さんの感想を聞かせてください。どうよ、ゆりこれ。いや、シンプルに本当に嬉しいし、おめでとうって感じですね。うん、うーん、あの時は選抜に入るってことは決まってなかったのかね。その日発表やもんね、ま、うん、俺らなんかもう肩透かしよ、うん、今後応援していくなって言ったら、選抜入りするまで言ってたら、すぐ入った、すぐ入った。すごいですよね。でも私も初選抜が7年目とかだったんですよ。あ、遅咲きや。それがすごい最長って言われてたんですけど、茂木、うん、ちゃんは更新したので、うん、いや、これは歴史に残りますね。だから、ユイリがバイキングで
もぎちゃんがハリウッドザコシショウやな、遅咲き。そうなんですよ、例えると。分かりやすく言うと、ね、分かりやすく芸人さんで例えると。そうそう、芸人で例えると。いやでも、ねえ、もぎちゃんが YouTube 一緒に撮ってる時にさ、はいはい、次回いつ撮影するって言って、うん、それ決める時に、あ、私は選抜入ってないから、いつでもいいよみたいな、うん、ちょっと寂しいこと言う、寂しいこと言ってたの、みんなは忙しいから選抜で、うんうん、でも自分はなんかそこに口出しできないっていう寂しさ、うん、でそういう寂しい日は地元の千葉帰ってゲンチャリぶっ飛ばしてるわけ、うん、30キロです本当ですか、うん、でも逆にそのゆうなもぎを4人でやってるんですけど、うん、3人選抜で1人選抜じゃないっていうので、うん、ネタにできてたんですよ、うん、あ、そうなんだ、だからネモハモルーマーを頑張って、うん、そう練習するもぎちゃんのドキュメンタリーみたいな、うん、とかがすごい盛り上がってて、うん、と YouTube のおかげもあり今回選抜になったので、うん、じゃあもう有意義的にはちょっと YouTube のネタなくなったから何してんねんと思う一つネタ消えたわみたいな、うん、ね、そんなことないです、再生回数見込める企画減らしやがったクソだ、いや違いますよ、うん、でも同じミュージックビデオにもぎちゃんと映れるっていうのは私も個人的にすっごい嬉しいですね、ニュースになってたもんね、そのもぎちゃんと新しいセンターの子みたいな、うん、ああはい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 、いや、なんちゅう子やったっけ、千葉エリーちゃん、千葉エリー、はい、うん、ですね、いやもう最高ですよ、幸せです、次の曲もう決まってんの、次の曲決まりました、決まった、はい、もうミュージックビデオも終わってて、あ、もう撮ったの、はい、忙しなるね、また研究しなきゃ、ねね、コロナかからの無理やわ、前コロナかかったから何とか解析できたけどダンスも歌詞も全部解析した、全部解析したから、でも今回も照明まで解析したからなでも今回はすごい多分解釈しがいがあるやつですよ、やめてくれよ、え、ちょっと抽象的な感じなんだ、なんか、うん、振り付けにまたなんか意味がいっぱいありそうな感じだったりとか、もう秋元さんがケンコバさんのためにそうやって作ってんじゃないかなと思うよね裏飯みたいなもうそうだと思う、ダンス系のまだ小林くん、そう、それまだ言えない、うん、なんかふわっとしといてって言われましたけど、本当になんか何回も見がいはありますよ、秋元さんからの挑戦状ですよ、うん、もう小林くんにね解析されちゃうからな、ウィザードリーやってんちゃうねんなウィザードリー懐かしいな、そうやり始めたら楽しいんやけど、もうやるのが気が重いのよ自分で地図書きながら進めなきゃあかんねん、そんなにそうすぐ死ぬな、石の中にいるって言って、そう石の中に地図間違えて進めたら石の中にいる言うて、もうリセットもでけへんよ、ゲーム終わり、また違う、すごい、そう怖いね、それと一緒 AKB、 確かにちょっと、ビーズアドリー俺も好きやったけど、うん、そのためにノート買いまくってたもんね、自分の地図書くために方眼紙みたいな、俺もリザードリーって最初のキャラ作成がめちゃくちゃ大事なんですよ、うん、そう、ポイントがいっぱい出るやつまでに何回もリセマラ、うん、今だって携帯だったらリセマラみたいなことを走りですよね、あれ何リセマラってリセットマラソンっつって言って、うん、いいキャラクターが出るまで最初、ああランダムやから最初、そう最初にパープロのキャラクターと一緒、パワープロで最初の能力値が高いのが出るまで何回もやるっていうこと、あれリセマラって言うんですけど、リセマラ、ああ、なるほどね、楽しみ、楽しみです ね、 ね、ちょっと俺だけ気重いけどだから次は埼玉県、俺は人間をやめるぞハンマーカンマー、皆さんこんばんは、今年の秋アマゾンプライムにて孤狼の血の白石監督が、うん、仮面ライダーブラックをリメイクした仮面ライダーブラック3が配信されるそうです、そこバイクだけ見た俺、見たい、確か田中さんは仮面ライダーブラックが好きだとアメトークやアッパレでおっしゃってたような気がしましたが、はい、孤狼の血を残り40分で止まってる田中さんはこの仮面ライダーブラックさんは見ますか、あ、そうか、え、あの人が仮面ライダーを撮るぞ、あの人幅広いからね、へえ、ちなみに孤狼の血レベル3の公開も決まりましたが、そうなんだ、白石監督が初めての特撮が楽しかったらしく、レベル3にはもしかしたらヤクザではなく怪人が出てくるかもしれないと思うんです、あ、これはジョークやろうけどね、うん、仮面ライダーブラックさん見る前にもコロンチ見ろよ、まあ、いやちょっと仮面ライダーブラックもう一回 見たくなってきたな、光の翼身にまとい
かっこいいのよあれ。そうめっちゃかっこいい。赤い目だけが近寄ってくるよな最初。そうそう。あの本当に昭和ライダーの、うん、本当にもうラスト。ラストかなあれ昭和、うん、平成入ってないか。平成入ってないんですよ。あれも本当後半。Wake up the hero 立ち上がれ光と闇の果てしないバトル。てんてれんてん。だんだん近寄ってきたの仮面ライダーちゃうかという赤い目。Wake up the hero 太陽の愛と勇気を与えてくれ。仮面ライダー黒いボディー、すごい仮面ライダー真っ赤な目、仮面ライダーブラックアレックス、すごい。いやこれすごいな。仮面ライダーシリーズで唯一続編が作られる、ね、仮面ライダーブラックが人気ありすぎて仮面ライダーブラックアレックス、へえ、すごいな。デザインかっこいい、真っ黒で、うん、あブラックだから、ちょっとアリっぽいのちゃんと、うん、バイクがね去年のいたバイクショーに展示されてたのよ今度、仮面ライダーブラックが実写化されてこのバイク使いますって、めっちゃかっこよかったもんそれ。あの仮面ライダーブラックに出てくるバイクは、うん、AI が入っててシャープちょっと反応するんですよ、仮面ライダーの、すごい、うん、ナイトライダーみたいなこと、そうそうそう、うん、ちょっと意思があるの、うん、だからピンチの時にグーンと勝手に来てくれたりとか、勝手に来るんだ、うん、勝手に来るっていうかピンチになったらこうやばいって思ってたらバイク体当たりして助けてくれ、助けてくれ、そのバイクが壊れるシーン、あめちゃくちゃ悲しいのよ。ドラえもんの海底祈願場と一緒だ。そう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 、バギーちゃん、バギーちゃんバギーちゃんと、うん、いやそうなのよ、見ようよ、心持ち。いやブラックはちょっともう一回、いや仮面ライダーブラックってシャドームーンとね、という銀色弟だったか兄弟なんですよ、兄弟の敵になってしまうっていう、いや心の血見ならやっぱ分かんない。うん、3あんねんから、それまでに2まで見といてもらわないと。すごいな、わかりやすいな、ヒロ大生やな。いや、ヒロ大が誇りに思える展開やって言うてるから、そうまで言うてんの。ずっと言ってます、今んとこボコボコにされて、もう引きずり回されて、なんかもうおかしくなって女の人となんか変なになっちゃってみたいなとこで終わってるから、まあ、ビール買ってくるわ、ビール買ってくるわみたいな、そうビール買ってくるわのシーンか、あと待ってたみたいな、ビール買ってくるわシーンか。まあ見ますよ、じゃあ世界で俺だけやからな、松坂桃李のモノマネしてんの。確かにまだモノマネタレントでしてる人も、 JP とか原口さんも、原口もやってないからね、あんま見ないですね。確かにそうですね。さあこちら山口県、お金がお金に見えないアラフォー女子、やらしめさんこんばんは。こんばんは。ユーナーモギオンチャンネルでユーリを見つけ、はい、ユーリがレギュラーになってから毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。そんな私は10年間広島県に住んでいたこともあり、アンガールズには親近感があるので、山根さんのツイッターも即フォローしました。自分の中で意外だったんですが、よくツイートにいいねを押してくれる山根さん、意外に優しいじゃんと思ったんですが、ユーリと沢口さんのツイッターはフォローしてないことに先日気がつきました。フォローしてない理由をぜひ教えてください。また皆さんはツイッターで書かれたやつ、あっぱれ水曜日のツイートで英語さんしてますかと。これはどういうこと、山根、ね、いやツイッター始めて、うん、なんかね、何だったっけな、その番組系のやつをフォローしたんですけど、うん、インスタもいろいろフォローとかしてて、うん、なんかフォローするとどん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 人の情報が上がってきて、もう見てらんないですよね。だからユイリーと沢口の情報はいらないと思う。まあ正直もうはっきり言われて、冷たい山根、いやこれね、フォローだから、いや俺フォローしてないのに、なんか検索しようかなと思うと、ユイリーのそのことをいろいろこうツイートされてんのが、こう俺に教えられてきたりとか、それこそ沢口さんがファンと
なんかラーメンのことですごい喧嘩してますよみたいなの俺に報告が来たりとか。誰だよ。いや、わかんないけど。何よ。ラーメンすごい喧嘩してたでしょ。いや、違うんです。なんかすごいラーメン、深夜にラーメン食べたいなって言ったら、すごいファンの方がラーメンの写真を上げてくるんです。でそれにムカついて本当に今なんかなんでムカついたの。え、だって私が食べたいって言ってるのに、そう欲をかき立たせるんです。深夜にラーメン食べないように静止しようと思って頑張って我慢してるのね。そうなのに、なんか飯テロしてくるんだ。ね、そんな腹立ついたずらじゃないですか。いやいや違う。それですごい揉めてる。って100件ぐらい送ってくんですよ。100件。本当ムカついて。いや、そんなことよりそのな、家族傷つけるような投稿の方が起こるべきやろ。それ。さあ、うちの家族が。あ、そんなラーメンなんかで怒んないいや当然やろ、そんなな、あのタレントでそんな多くの人見られるのやってんねんから、ブチブチ言うんじゃないよ。ブチブチ言うんやったらやめろよ。さすが公式お兄ちゃん。確かにお兄ちゃんらしい育ててる。すごい正しい意見を、ね、いや邪悪な意見もある意味反面教師にしたりとかやな。それが表出る人のやるべきことや。あ、ね、あ、それは最近心得ました。うん、ブチブチ言うな。はい。すごい。ムカつくとか言えなと。ちなみに、ユイリーと沢口のツイッター俺はフォローしてるよ。フォローしてるんだ。やった。まあ、やっぱりあるんだ。さすが公式お兄ちゃん。多分気づいてないと思うけどな、二人が。うん、あれ俺やねんやっていうの結構送ってるよ。本当ですか。送ってるんですか、メッセージ。でも気づいてない。気づいてないですか。いや、私たまにファンの人にリプライしちゃうから、うん、やめとこ。この間も、まあ、ここだけの話、はい、100枚ぐらいラーメンの写真を撮ってる。健康さんね。健康さんね。昔にあった。身近にあった。煽ってた。煽ってたんだ。ひどいな。通りで怒ると思った。怒んねえんだよ。なるほど、そういうことか。じゃあ、ここからちょっとコーナーの方に。はい。コーナー、はい、田中の蝶のコーナー、やったー。なんなんすか、これちょいちょいある。なんだ、定期的じゃないけど、音もなんもない。確かに、いや、BGM すら用意されてる。やっぱりザ・ダブルでかかる曲、ザ・ダブルテテみたいな、何だかザ・ダブルの曲、なんかテテテみたいな CM 行くときに、誰の曲なんだろう、なんかね、あったな。あのザ・ダブルの曲はちょっとなんかこうかっこいい系のな、そう、うん、あれは使ってほしいんだよね。そうね、うん、ちょっと次回から用意してもらえます。次回からお願いしますよ。東京都神田の神田アマン、以前飲み会の後に小腹が空いてしまい、メンバーみんなで牛丼屋に行くことになりました、うん、場所が新宿だったこともあり、近辺には吉野家、松屋、すき家、中尾という有名な牛丼チェーン店が揃っていました。各人の好みもあるので、どこにするかみんなで迷っていたところ、すると突然田中の蝶がどこからともなく飛んできて、少し離れた場所にあった神戸ランプ亭です。ランプ亭懐かしい。懐かしい。美味しいよな。美味しいよ、ランプ亭も。あれ、ランプ亭ってある、まだ。渋谷のあれなくなったかな、サッカーショップカモの近く、ランプ亭。カモ。ありましたね。あれも見かけへん。ないか。ランプ亭美味しかったイメージあるな。ランプ亭美味しいよ。美味しかったですね。少ない。すごい少ないな。中尾に行くかと思ったら。コンビニで言うとポプラクラスの。ああ、そうですね。根強いファンはいる。根強いファンがいる。なるほど。続きまして。愛知県ドルウルトイプードル。先日吉本新劇座員総選挙の中間発表が行われ、現役歴代の座長や人気芸人さんたちを抑えて水玉烈風隊の秋さんが中間1位の座に輝いたんですが、田中さんの蝶だけエントリーされていない相方の健さんの方へ飛んでいきました。健さんとか飛んでいかないよ。健さんはエントリーされてないんです。健さんは苦手だから俺。また来るよ、そんな言ってたら。来ないでくださいよ、もう。山形県白鳥。
みんなでプロレスラーの新崎人生さんの試合を見に行こうとなったんですが、ただこの長だけ新崎新生こと RG さんの試合を見に行きました。学生プロレス時代のリングネーム新崎新生よ。あー、よくできたリングネームやけどね。新崎新生 OK ってことですね。そうそうそう、なかなかすごい、ね、よくできたリングネーム、ね、新崎新生、大阪市鉄の心臓胃にめり込む、開幕9連敗、最大借金16から貯金を作れるまでになった阪神タイガース、その貯金を増やそうと田中の長は木本さんの方へ飛んでいきました。美味しい話が増えない、ね、増えない、うん、まあでもどうなるか分かんないあれも進展はもうね、今一回止まってる感じしますけどね、まあ、そしてそろそろあっぱれやってます、水曜日野球話解禁 OK。 ずるいよ今年はしませんって言ったじゃないですか。言ってたな自分で。調子よく広島もあかんようになった時に それでいいです言ったけど、またちょっとこうごちゃごちゃしだして、うん、お前らも若干喋りたくなってるとこあると思う。いや俺弱い時にも話したいですよ。5位ですから今。そうですよ、俺らが結構ね首位の時もあったの、カープが。その時は、まあここで喋ったらケンコバさんがね、なんか嫌だから黙っといたのに、まあ、自分たちが急に2位になった瞬間解放する。これ最低だよね。ちょっと言ってやれよ、もう。ちょっとダメですよ、都合のいいようにしてますよね。いやでも田中の腸が飛んでいってるからそっちが。俺の腸がカープファンなのに。確かになんで。違う、木本さんのところ飛んでってる。タイガースも肩入れしないで。これ最後です、はい、兵庫県棒人間、水着グラビアを画像検索していた田中の長は沢口愛香の谷間でもなく、茂木忍の谷間でもなく、村山由里の谷間と思っていました。誰あー、それはあれなるかもしれないな。なんで一票獲得です。いや、やめてくださいよ、失礼な。大体一票なの。失礼な。票入ったんだけどね。いや、違いますよ、いい票じゃないんですよ。いい票じゃない。違う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 、マジで審査員やってんのよ。いやいや、それはそれ、俺ブレないブレない審査でいいって言われてんだよ。なのになんでそういうこと言うの。違います、とても。いや、蝶はとても素晴らしいですけど、うん、違いますよ、その票は嬉しくないじゃないですか。女心分かってないですか。なんでそんなことまで言わないか。いやいや違うよ、いい一票もらえたら嬉しいね、いいじゃないそれ。誰の票でもね、一匹も飛んでこないこともあるんだよ。いや、うん、だったら、うん、その沢口さんの谷間でもなく茂木さんの谷間でもなく、うん、ゆいりのお尻に止まりましたとかの方が嬉しいですよ、うん、いやいや、俺の一票は一票で嬉しいじゃない。それとあとひろみさんとか、うん、まちゃみさんの蝶も飛んでこないかなで、うん、いいのよ。うん、うん、いやいや、審査員はもうそれあと、うん、哲夫さんとかね、うん、の蝶とかあるんだけど、哲夫の蝶、哲夫の蝶もうすごいいいんですよ。はい、はい、じゃないよ。鉄王の蝶と田中の蝶が連なってポンプとかがあったからそうだよ、その2匹だけがそっち行く。そうそう、その2匹だけが行く時もあるし。ちょっとちゃんと見てほしい、ザ・ダブルの、ザ・ダブルって番組。今年はちゃんとちょっと今回も課題として録画してるのもみんな見るか、うん、見てくださるな、はい、うん、それが蝶の動き。うん、そうだから、日テレさんも喜ぶと思う、はい、田中の蝶目当てに見てくれるし、そこに重きを置く、うん、いやだから絶対蝶でね続けてほしいんですよ、ね、確かに。蝶超変えたらもう見ないよ俺、うん、そうですね、見ないですね。でも審査方法ってでも変わったりする時もあるんで、あるよね、これもだから言っときます。点数あれを変えたら今まで歴代のユリアンだ、サンジのヒロインだ、小田上田だ、もう認めない俺はもう、うん、超継続が条件です。そうですということで以上です。はい、一旦 CM です。はい、エンディングです。はい、ゆうりおかえりスペシャルでお送りしました、今回。はい、忘れてました。そんなゆうりからお知らせを。はい、はい、9月6日に写真集を発売させていただきます。うん、そして、さっき話ちょろっと出ましたけど、10月19日に60枚目のシングル、久しぶりのリップグロスが発売になります。久しぶりのリップグロス？はい。それに、茂木さんが選抜入ってんの？そうです。おー。ぜひ、よろしくお願いします。なるほど。じゃあ、佐久さん。
はい、現在発売中の BLT グラフ表紙関東です。よろしくお願いします。じゃあアンガールズ、ね、ないないない、何もないんですよ。いつまで聞いてくるんですか。ない、ないなんで、なんでナチュラルなんで、なんでないかを教えてくださいじゃないんですか。ないんですか。よろしくお願いします。いや、ないです。ないです。あ、失礼しました。失礼しました。これね、最後ユイリーのお言葉、はい、埼玉県白い平日、これは意外と好きなんですけど、うん、締めの挨拶、はい、スラムダンク桜木花道でお願いします。うん、じゃあ俺がまずお手を見せるね、はい、田中の栄光時代はいつだよ。ジャンガジャンガの時か。やるすいは、やるすいは来週なんだよ。こちらでわかりますか。これ原型なの。うん、原型の。え、おっさんの全盛期いつだよ。あ、う、あ、ん。俺の全盛期は今なんだよ。もう怪我で下げられそうになった。そうそう、うん、あ、そうなんですね。背中の怪我でね。意識朦朧となりながら。かっこいい。かっこいいシーン。うん、ちょっと怒りって気な感じですか。そうやね、はい。ちょっと痛みに耐えながらも怒ってる。うん、ああ、いいシーン。はい。じゃあお願いします。はい。それではまた来週、さよなら。田中の栄光時代はいつだよ。ジャンガジャンガの時か。やるすいは、やるすいは来週なんだよ。また来週、さよなら。